杉山正明、2月2日体は、日本の音楽家、歌手、ピアニストである。神奈川県鎌倉市生まれ。戦後の歌声運動を復活させた、歌声教室、歌声サロン、歌声コンサートは、全国で開催され、2009年に、スタート以来、延べ2000回以上の開催実績を持つ。1983年鎌倉市在住の、 音楽プロデューサー平井哲三郎に支持する。1986年舞台サウンド・オブ・ミュージックに出演。そこで舞台の楽しさや演技や演出に魅せられ本格的な音楽活動に入る。1988年、柴田初美、沢田聖子などのコンサートで歌やピアノ演奏を担当。また、ケン子オコのバックバンドを務め、テレビ番組にレギュラー出演する。 1990年、ドリフターズの日本ライブツアーでは、編曲やピアノ演奏、音楽監督を務める。1992年 J リーグショーナンベルマーレのオープニングイベントで、音楽監督に抜擢される。2004年歌心塾を創立し、歌心運動を開始。2009年戦後の歌声運動を現代版にアレンジした歌声サロン開始。二千十七年、 歌声コンサート2000回達成。ありがとうございます。